行こうか。はい。出撃よ。君を守るよ。指示をお願い。武器の相性に気をつけるんだ。分かってるよ。ちゃんとね、その三すくみってのがね、そのあるんから、エンブレムはなんか色でなんか分かりやすくなってたけど、剣は槍に強くて、剣は槍、槍は斧、斧は剣だったっけな。いや違うか、剣は斧、斧は槍、槍は剣、そんな感じだったかな。そんな感じだったような気がする。確認で、あ、右下に書いてあるわ。右下に剣は斧、斧は槍、槍は剣。承知したよ。これ相手のね、相手の範囲をこうしっかり見るで、これは動かなくていい。エンブレムっていうのは待機するゲームだから、ここ移動して、まあちょっともうちょっと、行くよ。あ、もうダメだ、死んだ、もうこれよし、もう死んだわこれ完全に。やばいってば。これ攻撃の仕方がさ、こうがいい。うん、こうそれちょっと難しいね。で、相手は剣だから、うん、槍がいいんだけど槍いないから、うわー届かない。これはちょっと縦、あー、また間違えた。これもうちょっと、もうあれだわ、もうあれだ、 DS とかやってた、エンブレムの DS やってた弊害がここに。もう今までの昔のエンブレマーたちはこれで苦戦させられてると思います。このアプリの操作感に対して。ちゃんと移動したらコマンドだぞ、コマンド守るしかないじゃん、もうここ。あ、やっぱ死んだじゃん、これも確実に死んだやん、これも。S 1 ピン耐えたー。任務遂行。優しいね。まあまあ速さはいいのかな。うん、よし、なんとかなったね。あ、いい成長だ。成長もやっぱりそのランダムなのかな。けどそこら辺はやっぱ引き継いでくれてちょっと嬉しいね。うん、引き継いでくれてるのならね。仮面の男、うん、1回で5個。何これ、伝説の英雄編と秘めた思い編と2つあるみたい。これどうしよう。回しちゃっていいのかな。今16個になったんだけど、ちょっと回したいよね。回したいんですけど、これなんか貯めといた方がいいとかあるのかな。いや絶対これルキナ欲しいよね。やっちゃおう。召喚石を一つ選んでください。石の色は英雄の属性を表しています。赤がいい。
うーわ。いや、動画はこんな美化されすぎてるわ。いやあ、そういうことね。続けてってこういうことか。はい。じゃあこれ全部開けれるか。開けれるそうだな。54321。知らない。白夜ってこれイフだね。イフ系イフはやってないから。開こう。全部開いちゃおう。よっ、星読んだジョーカー。これもアンヤのイフだね。イフのやつ。あと1個しか開けない、もしかして。え、あ、オーブが足りない。残念。結局3体。仲間見れる？編成かな？あ、はい。これ。アルフォンス外す。バランスよく入れた方がいいよね、こういうのってね。今さっきガチャで、ね、召喚で当たったやつで揃えておこう。わあ。わ、なんかオーブン2個もらえた。じゃあ先にくれ、そういうの。じゃあちょっとクエストをちょっとこなしていきます。じゃあ承知した。動画教えてお前マジで。じゃあこう出撃よ。ちょっと発せんがな、これ。嘘つき。ご命令を。あ、こういうことか。けどそれだったらこっちでこう行きたい。ね、削って。お散歩。あんま前突っ込んだらやばいかな。あー、間違えた。また間違えた。もうこれ絶対間違えるわ、このシステム。このシステムマジでやめてくれねえから。もう、はいかいいかとかないの？盾となろう。この…いい気、いい成長。守りは万全だ。守備上がってほしいな。とりあえず前進めと。